はい、本日もお疲れ様です。はい、今回はですね、日本人にはまだまだ浸透していない投資について、コロナショックを機にですね、僕自身が投資を始めたことで感じた投資の魅力や投資への捉え方、そして個人飲食店事業主こそ投資を始めるべきだなと思えた理由をですね、ちょっと話していきたいなと思います。で、始めるべき理由は3つあるんですけど、で、1つ目が、社会や経済を知ることでトレンドに気づきやすい。で、2つ目に不労所得でいざという時の保険代わりとなる。で、3つ目に立派な社会貢献であるっていうことですね。で、以上3つのポイントがあるんですけど、それをちょっと話す前にですね、予備知識としてですね、投資への捉え方や考え方といった投資についてプロではなくですね、ただの一般人である僕だからこそ伝えておきたい投資へのスタンスをですね、まずはちょっとお話していきたいなと思います。そもそもですね、僕自身、投資に対して誤解していたことといえば、詐欺なんじゃないかとかですね、危険で負債を抱えてしまうのではないかといった、ネガティブな印象ですよね。それがね、大きな間違いだったんですけど、確かにですね、知識もなく、やり方を間違えれば、大きな損失を被ってしまうのは確実です。でもね、こういったことの一番の原因は、本当ね、知識不足っていうことだけなんですよ。この知識不足という点さえ克服すれば、本当ね、誰でも資産形成できてしまうのが、投資の世界なんだなということが、ようやくね、認識することが、このコロナショックをきっかけに僕自身はできたわけなんですけど、はっきり言えることは、もう楽して稼ごうとか、そういったスタンスではおそらく負けるだけだと思います。で、肉体的には確かに楽なんですけど、常に投資の勉強と、世の中の動向や経済状況のアップデートをですね、自分自身でできるようにならないと、正直ね、ちょっと厳しいのかなと僕自身は思っています。ちなみに 100% ね、稼げるとか、負けることはね、絶対ないよとかっていう投資への勧誘は、ほぼほぼ 100% に近いぐらいで、詐欺ですので、絶対にね、そういった勧誘には乗らないでいただければなと思います。だってそもそもね、100% 勝てるものなど、この世の中にね、存在しませんよね。で、先ほどね、言った世の中の経済動向を自分自身で勉強することで投資に活かしていくわけなんですけど、そうすることで、この一つ目の社会や経済を知ることでトレンドに気づきやすいという点にね、結びついていくわけなんですけど、純粋に、投資に対して勉強することが、社会や経済を知ることにつながって、マクロな視点で、どういったものがね、今、注目されているのかや、今の傾向を知ることで、実際に自分の商売に落とし込んで、活かせるかもしれませんよね。商売をする上で、需要やニーズを知ることは必須ですので、そういった意味合いでも、商売やられていらっしゃる方は、特にね、投資を始めた方が賢いのかなと、僕自身は感じています。そして2つ目の、不労所得で、いざという時の保険代わりとなるということについてなんですけど、まず投資にはキャピタルゲインとインカムゲインという2つの収益があります。キャピタルゲインは株価が安い時に、購入して高くなった時に売り払って、この値上がり益を取っていくっていうものですね。で、インカムゲインの方は投資した株、つまり企業から配当金という名の利益を還元してもらうということですね。で、僕がお勧めしたいのは株を売り買いするキャピタルゲインの方ではなくて、買ったものをずっと保持してインカムゲインをもらっていくスタイルの、俗に言うバイアンドホールドというやり方をですね、強くね、お勧めしていきたいわけなんですけど、このやり方であれば、売り買いをしないで余計なストレスを感じることも、ないので楽ですし、それこそね、配当金という名の不労所得をずっと享受できますので、僕みたいなね、個人飲食店事業主からすれば、いつね、本当怪我やの病気でね、仕事をすることができなくなるかなんて分かりませんから、不安定な業種でやってる以上は、こういった別口の収入を、獲得しておくことで、いざ働けなくなった時に、収入の補填をすることができますよね。そういった保険代わりとして運用していくのは、僕自身としてはありなのかなと思います。思っています。で、そして最後、3つ目の、立派な社会貢献であるということなんですが、まずね、投資がね、ギャンブルだの、単なる金儲けみたいなね、感じで思っている方が多くいらっしゃるかと思うんですけど、僕も昔はそう思っていました。はい。ただですね、ちゃんと勉強するうちに分かってきたんですけど、FX みたいな投資ではなく、投機でやるようなやり方をするとギャンブルになってしまいます。株もですね、現物取引と信用取引というものがあるんですけど、現物取引というものは、現金つまり自己資金のみで株式を購入し、保有している現物の、株式のみを売却できます。で、一方、信用取引というものは、金融商品を委託保証金と呼ばれる担保として、差し入れて、証券会社より、借り入れまして、株の売買を行う投資手法のことです。なので、この信用取引の方でやってしまうと、まさにハイリスク、ハイリターンで、自分の投資元本を下回り、大きく負債を負ってしまう可能性があるのが、この信用取引というものです。逆に、現物取引の方であれば、投資元本を下回る可能性が少ないので、100万円投資して、その投資した企業が、仮にですけど、潰れたとしますよね。潰れたとしても、その100万円がなくなるだけで、それ以上の負債を抱えることはありません。このようにレバレッジの効いた信用取引だと、FX とかと一緒で、投機みたいになっちゃいますので、これで多くのね、借金とか負債を抱えているのが、そもそも悪いイメージの根源だと思います。そういった背景もあるんですけど、純粋に自分が応援したい企業、例えばですけど、環境に負荷がかかるリスクを少なくしようとするようなクリーンエネルギー系の企業に投資しようとか、太陽光や風力といった、再生エネルギーをどんどん普及させようとするような企業に投資するなりですね、地球や環境に配慮した企業に投資することで、より良い環境や、世界へと変化させることに間接的に、協力することが、僕自身ができるわけですよね。で、それから投資することで、その企業が潤いますので、それによって企業がさらなる企業拡大をする意欲が生まれて、それに付随して雇用が生まれたりもします。要は、投資することで企業が潤って、税金を納めることで、社会も潤って、雇用も増えて、そこから生まれる、利益をリターンとして配当金を株主はいただきます。まさにね、このウィンウィンウィンの関係性が、出来上がりますよね。僕はね、この一連の流れを生み出すきっかけとなる投資自体を、こういった考えでね、運用できれば、十分ね、社会貢献だなと認識しています。以上ね、3点が、投資の魅力であり、個人飲食店事業主こそ投資を、始めるべきだなと思えた理由なんですけど、最後にね、かの有名な投資の神様であるウォーレン・バフェット氏の一言で、ちょっと最後にしたいと思うんですけど、アマゾン創業者のジェフ・ベゾス氏がですね、投資で一番成功しているバフェット氏を、なぜみんな、そんなあなたを真似しないんですかと聞いたことがあるんですけど、それに対してウォーレン・バフェット氏は、ゆっくり金持ちになりたい人なんていないと言ったわけなんですよ。まさにね、これがね、人間の本質というか、真理をついているのかなと僕は自身は思ってるわけなんですけどね。単なるマネーゲームや、ギャンブルといったことでするのではなくてですね、ウォーレン・バフェット氏が言うように、ゆっくりと時間をかけてですね、先ほど僕が言った3つの理由をもとに投資を運用していけば、別に何も問題ないってことですよね。ぜひですね、投資をね、始めていらっしゃらない方はですね、こういった考えのもと、ちょっと始めてみるのはいかがでしょうかね。今回はちょっと僕が言いたいことは以上となります。はい。最後までご視聴いただきありがとうございました。それじゃあ。